市議会議員の川口博史です。今回は、博多区にありました住吉小学校の跡地、今さら地になっております。一部は地元のために残しますけれども、少し建物残っておりますけれども、売却ということになろうかと思っております。しかしながら、市の都合といいますか、私は、市がちょっとサボっておったと思いますが、保育園を作ろう、もう一つは隣の高校に分譲しよう、で、地元のために広場と、建物をちょっと残そう、例えば体育館等ですね、のことでおおむね地元も、市の方も了解が取れて進んでおりました。それで、保育園が、6月議会終わった頃には、議会にも報告して建築して、来年の4月には、保育園が出来上がって、待機児童や未就園児童が良かったってなる予定だったんですけれども、いろいろな事情で市役所の内部手続き遅れて、来年4月には間に合わない、残念な状況。半年遅れれば今度は運動会とあります。事実上1年遅れてしまう、何をやっとったんかと言いたくもなりますが、もうなったことですから、早く、保育園が建てられるように、放置せずにしてもらいたい。また、横のには、高校があります。そういうところと地域がグラウンド借りれたり、一緒になってですね、保育園のとかお年寄りの施設とかとコラボできて、そこが地域の、核となって元気が出るような、地域の方にも子どもたちや、近くにはまた、お年寄りの施設もできていこうかと思います。そういったのが、地域の中にあって、地域とともに、年取っても、安心して住める、またちっちゃい子のパワーをもらえたり見守りができる、そして、若い方たちにはそういうところで体育祭やいろいろな、高校と一緒になった文化的な行事ができる、そういった町になるように、その核となる地域早くですね、やるのならば、いいものを作っていきたいなと。そういった中で、住吉小跡地、いろいろなまた要望もあるかもしれません。しっかりともう遅れることなくやっていきたいと思います。本当に、遅れてしまって私もちょっとうっかり、もっとですね、大丈夫か大丈夫かと、あらゆるところに確認を取っておけばよかったんですけれども、残念ながら遅れることになって申し訳ないなと思っております。しっかりと今後また、少しでも早くなるように取り組んでいきます。